熊本都市圏。熊本都市圏とは、熊本県熊本市を中心とした都市圏のこと。経済学的な都市圏人口は約111万人。ただし、政治的に都市圏の範囲は変遷している。2008年から10年にかけて、周辺自治体三町との合併が行われた結果、2012年4月1日に熊本市が政令指定都市に移行することとなった。 熊本大都市圏とも呼ばれる。熊本市の都市圏は学術的都市雇用圏には110.2万人、2010年の人口を要し、域内総生産は約3兆4904億円である。この地域は北九州と南九州を結ぶ結節点として古くから政治、軍事、公の中心となり、現在も九州地方全域を管轄する。 国の出先機関のいくつかが置かれ、九州地方の中心とされていた。しかし、戦後九州各県に鉄道や空港が整備されていくにつれ、次第に南九州は熊本市を素通りして、九州地方の経済機能及び政治機能を集中させた福岡市とつながるようになり、熊本市の結節点としての地位は低下した。また、九州全域に高速道路が整備されると、 鳥栖市に欠接点が集められ、熊本市の交通の要衝としての地位は低くなった。現在でも九州財務局や九州農政局、熊本国税局、陸上自衛隊西部方面隊など、九州内の行政、軍事の中枢機能も一応残ってはいるものの、実態としてその大半は福岡市に移されており、熊本都市圏は、 県庁所在地を中心とした都市圏として、熊本県の政治、経済の中枢を担い、熊本県におけるプライメート式となっている。熊本都市圏は、2010年度末に九州新幹線が熊本駅に開通すると、博多駅熊本駅が 120km 程度、直通運転で約35分。ちなみに、熊本駅鹿児島中央駅間は、 約45分であるため、ストロー現象が発生して、福岡都市圏に業務機能や物販機能が少なからず移転等により失われてしまい、福岡都市圏の経済圏に含まれてしまう可能性が高いと考えられた。対策として、熊本市は、政令指定都市昇格を目指すことで都市としての魅力のアップや機能の効率化を進めようとした。これは、都市圏全域を対象とした。 広域合併であり、新潟市と同種の政令市である、その他の政令市の方として、南関東や京阪神における大都市圏内の衛生都市の政令市、大阪市、名古屋市、福岡市などのような主点経済都市としての政令市、広島市、北九州市のような工業都市型政令市などがあり、これらの中間型やいくつかの性質を持ったものも存在する。 しかし、広域都市圏に含まれる周辺自治体は、夜間人口、住民税を払う人口より昼間人口、住民税を使う人口が少ないため、都市基盤需要、昼間人口に依存の整備にかかる費用が少なく、さらに、工場の進出などによる税収増もあって、健全財政となっており、少ない夜間人口の税収で多い昼間人口のための都市基盤整備をしなくてはならず、 国体開催などで出費が加算で財政難に陥っていた熊本市との間の合併は当初難航した。すなわち、都市圏全域での広域合併は、都市圏内の税負担の均質化を目指しているため、熊本市が設定する都市圏の熊本市及び周辺市町村三市九町のうち、県全財政の周辺市町は、熊本都市圏及び政令指定都市についての 研究会に参加せず、平成の大合併で問題になった、いわゆる弱者連合にならないかを危惧する向きもあった。その後、熊本市は富合町を皮切りに、益城町、植木町、城南町との合併協議を進めた。益城町は住民投票の結果、合併協議からは離脱したものの残りの町との合併を取り付け、2010年3月23日に、 人口73万の新、熊本市が成立した。これにより、合併特例法の政令市移行基準である70万人を超える。2011年10月18日、2012年4月1日をもって、熊本市は政令指定都市に移行すことが決まった。なお、九州新幹線開業後約半年後に、熊本市の調査会社、地域流通経済研究所、 熊本市がまとめた調査では、新幹線開業による購買流出といった懸念されていたストロー減少はほとんど見られないの結論を出している。安倍内閣が発足、政府の同州制導入への積極的な姿勢も影響し、2006年9月に熊本市と近隣の14市町村などで作る熊本都市計及び政令指定都市についての研究会は、政令指定都市以降や、 都市高速など、交通基盤の整備など、九州中央の拠点づくりなどの基本戦略を盛り込んだ熊本都市圏ビジョンの基本構想案を発表し、10月には初めて熊本市を政令指定都市に昇格せ、同州制以降に伴う九州の州都を目指すことを表明したことが、地元新聞で報道された。特に、川島育夫熊本県知事は、州都誘致に対し、 福岡イコールニューヨークに対して熊本は、ワシントンを目指すべきという持論のもと、積極的な発言や活動をしているほか、九州電力会長の松尾信吾も熊本州都を支持する発言を行っている。熊本市の他に、福岡県久留米市や佐賀県都市市などが作る、筑後川流域クロスロード協議会が州都に名乗りを上げている。2008年に、 西日本新聞と九州大学による共同調査で九州内の各自治体の町に対して九州の州都の場所はどこがいいかというアンケートにおいて熊本市が福岡市や鳥栖市、久留米市などを抑え一番の指示を受けているという結果が出ている。総務省の基準による都市圏で人口は149.3万人2015年。 2012年の政令指定都市移行に伴い、大都市圏に昇格した。大都市圏としては、7大都市圏、静岡、浜松大都市圏、岡山都市圏に次ぎ、全国10番目の規模である。この1.5%都市圏は、日常的な都市圏の範囲とみなすには大きすぎるため、否定期的な人の移動、すなわち、娯楽や購買行動における証券、または、 経済圏の目安となる。ただし、中心都市の実際の集客力や、隣接都市圏との関係等も影響するため、1.5%都市圏をそのまま証券とは見なせない。熊本市の統計下では、平成の大合併が始まると、短期間のうちに何度も熊本都市圏の定義を変更している。これは、平成の大合併において、熊本市が、 どのような合併を施行していたかの政治変遷でもあり、周囲の市町村の合併進捗状況なども影響している。結果的に、熊本市は、この時期に、周辺市町村との合併がうまくいかなかった。2002年7月まで、熊本市は、以下の1市6町を、熊本都市圏と定義していた。また、熊本都市圏とその周囲の市町村を含めたものを、熊本広域都市圏、 日市14町一村と定義していた。以下に列挙する故障、統計値、推計人口は2002年7月1日現在のもの。2002年8月より国勢調査の結果に基づき、就業者、通学者数のうち10%以上が熊本市に通っている市町村を熊本都市圏と定義することにし、それまでの熊本広域都市圏に 玉名郡翌東町を含めた範囲が、熊本都市圏、西十五町一村と定義されることになった。以下に列挙する、故障、統計値、推計人口は、2002年8月1日現在のもの。それまで、熊本都市圏を構成していた西十五町一村の、いくつかが、平成の大合併によって、統計上、熊本市の10%通勤通学圏から外れた、ため、 2004年7月1日現在の統計100万9506人をもって熊本都市圏の名称を廃止、熊本市及び周辺市町村として以下の市長を熊本市の都市圏の代用とみなすことになった。熊本都市圏から熊本市及び周辺市町村への移行に再支除外された町村は別記する。以下に列挙する故障、統計値、推計人口は 2004年8月1日現在のもの、新、玉名市の誕生に合わせて、2005年10月1日、現在の統計、91万2401人を、最後に、従前の県域から、以下の県域に変更。平成の大合併の動きが収束すると、熊本市は、再度、政令指定都市化を目指した動きを始めた。そのため、熊本都市圏の範囲も、 新たに設定し直され、県の後ろ盾も得て、ほぼ都市雇用県の範囲での政治的枠組みが作られた。2008年、2010年に都市圏内の3頂が熊本市に編入された結果、2012年4月に熊本市は政令指定都市に移行することになった。平成の大合併を受けて、熊本市は熊本市及び熊本市への通勤通学率が、 おおむね15%以上、2000年度国勢調査時点である近隣市町村を101万人熊本都市圏、三市十二町一村設定時と新たに定義し直している。厚生市町村は以下の通り、前日の101万人熊本都市圏、三市十二町一村設定時を下地に三市十一町一村発足時の市長及び熊本県、 学識経験者で構成する熊本都市計及び政令指定都市についての研究会が2006年月に作られた。当初は101万人熊本都市圏の内下増城郡城南町が不参加、玉名郡翼東町がオブザーバー参加であったが後にいずれも正式参加し、他方で都市圏が意図された上増城郡山和町は当初より参加していた。同研究会は 2007年には1年にわたる検討の結果、熊本都市圏を構成する市町村が連携し、熊本県域を牽引する役割を担いつつ、九州中央の拠点地域として、さらなる成長を果たしていくための、熊本都県ビジョンを策定した。2010年4月、熊本都市圏及び政令指定都市についての研究会は、1974年以来、 広域連携の活動を行ってきた、熊本中央広域市町村県協議会と統合し、新たに熊本都市県協議会が設置された。現在の厚生市町村は、下記の4市9町1村である。総務省の制度による都市県で5市10町2村が2016年に連携協約を結び、熊本連携中数都市県を形成している。 2010年国勢調査に基づく熊本都市圏の2015年の人口は111.2万人、概ね10%通勤圏であり、細かい定義等は都市雇用圏に即する。通勤率が最も高い自治体は鹿島町の41.85%であり、以下は通勤率上位10の自治体である2015年国勢調査。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。